はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はテスラバージョンアップ。このバージョンアップもまたすごいんですよ。それではまずバージョンアップの前からお見せします。この車実はバージョンアップされてない。されてない。もう一台あの奥におるモデル3がバージョンアップされたんですよ。おお。じゃあまずね、どういうことかご説明します。はい。じゃあ中どうぞ。はい、はい、まずこれがバージョンアップ前。はい。よく見とってくださいね、ここのこのマーク、アイコンとか、でオンにして、ドライブなんか入れたりした時にちょっとシートベルトしようか。はい、ウインカーを出す、ここにパカパカってするだけだよな。はい、それではね、どうバージョンアップしたか、バージョンアップした車に行きますよ。はい、はい、はい、この子ね、今ホイール外れとるけど、実はこれはスタッドレスをね、VRX3 を履こうとしてるんです、そしていよいよ本当に寒いところに持っていくよ。どうなるのかいろいろやってみたいと思うので、それはそれでまた次回お楽しみっていうことなんですけども、この子がバージョンアップされたんです、じゃあ見てみましょう。はい、行きますよ。はい、これ、ここ、色が変わってますよね。そう、変わったので、今までは、この温度っていうのはここの真ん中に1個あって、確かに、これ2つに分かれて、あ、本当だ、助手席、運転席と別個になっとる。あ、すごい。今まではこの画面にして、そして同期をするかとか、まあ同期ってつまり運転席、助手席を同期させて、これを上がればこっちも上がるようにするのか、それとも同期をやめて独立にするのかって、わざわざこう中に入ってやらなきゃいけなかったのが分かれた。とか、あと、まあ、見とってくださいよ。はい、ちなみに、これ、馬かましてあるから乗っても大丈夫よ。はい。はい、いきますよ。ブレーキ踏んで、ちょっとシートベルトしようか。はい。なんかシートベルトの、これも変わったね。場所が変わりましたね、表示の。このね。あ、こんな感じになったんだ。ウインカー出しますよ。はい。左。ほら。あ、わかる？カメラが出た。え？これ、左の後ろ。のカメラが出とるの。はいはいはい。じゃあ、右にウインカー出すと。右後ろ。おお、右後方が見える。これめちゃくちゃ便利じゃない？いや、めっちゃいいじゃん。すごい。これね。すごい。これが変わったんですよ。おお、すごいっすね、これね。これは、正直、もうマイナーチェンジレベルで、普通の車で言ったら。確かに、相当すごい変化ですね。車変えなくても変わるっていうのは、これ、すごいいいね。はい、じゃああとちょっとどういう風に変わったのかを見てみますね。はい。ただね、ちょっと嫌なところもあるのよ。変わっちゃって、充電って押した時にこれが小さくなった。ああ、確かにちっちゃい。前大きかったじゃん。もうちょっと大きかった気がするね。はい、どんな大きかったか。なんかもうなんかカラフルじゃなくなっちゃったね。まあまあ、なんかこうさ、そうですね。はい、充電、ほら、ああ、ここがなくなったんだ。こっちの方が僕は良かったな。その要はね、これ何かっていうと、制限設定するって言って、日常、例えばこうやって最大にするとね、ずーっとこれで繰り返し充電しとると、この子はね、バッテリーの寿命が縮まりますよって出る。要するに満タン入れて使って、満タン入れては一番寿命が短くなる。だからある程度こうやって、このデイリーっていうところ、この辺でうろちょろさせた方がバッテリー長持ちしますよって、この子が教えてくれとるのね。そうした時に、まあ微妙にね、例えばこれだと90だけど、ほら、ちょっとしたことでこれ、ここで止めれたりとか、ここで止めれたりとか、自分で好きな位置に止めれるんだけど、大きいからやりやすいのよ。これ小さかったら、これ もっとこの振り幅狭くなるよね。なんか数字入力できるようになったとか、そういうことではないんですかね。ちょっともう一回向こう行ってみようか。はい。なんか車もか、これもコントラストが、なんかすごいリアリティが増した気がするんですけど。はい。で、充電がね、さっと出てこなくなったんだ。あ、確かに、ワンタッチでね、出てこないですね。だってこれエネルギーはこれエネルギーじゃん。今、電費がどうかっていう。はいはい。だけどね、これちょっとね、さっきの雷マークがない。雷マークがない。
前まではこれでポンと出たのが、うん、今度これで充電って押さなきゃいけない、うんうん、ワンクッション増えた。じゃあこれただこれは一発いけるんだ。さっきはあの設定するで完了ってせないかんかったけど、これはもうやらなくてもただこれ動かすだけでも自由に変えれるんだ。ここ、うん、見ててそんなに不自由そうじゃないですけど、ちっちゃいからって。いやちょっと反応悪いよ、ほら。ああ、行き過ぎ。味加減じゃないですか。いやー、もうちょっと大きい方がやりやすいな。なんかこれをもうちょっと大きい画面にするっていうことはできないんですかね。できないみたいなんだよ。できない。ただね、この場所での出発予定みたいなのが出たの。それって前もできませんでしたか。前は、はい、向こう。あった。ありますね。ただこの場所でのっていう。うん、確かに。この場所での出発予定。なあ、なんかちょっと変わったんだな。寒い時って、うん、バッテリーを温めないとダメなの。走る前に。走る前に。うん、要するに走る前にバッテリー冷えとるとめちゃくちゃ燃費悪いんだ。で、そのために燃費を良くするためにバッテリーの持ち、航続距離を伸ばすためにあらかじめバッテリーを温めておくっていうことをするの。うん、した方がいいわけ。つまりこの場所での出発予定を何時ってやっとくと、僕充電ポート刺さなくったって温めてくれるんじゃないかなっていう。おー、なるほどね。っていうことで、あとはそのスマホでもこのアプリ使って。アプリっていうのはいつも入れて見てる。そう、これ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 、この子で空調でこれでそのオンにするとかね、うん、ただこれ予定、それをスケジュールがあるわ。ここもあるじゃん。え、じゃあ前のもう一個の方のテスラはどうなってますか。あるんですかね。ああ、前のあの子か。え、あ、ないわ。ないよ、遠隔ができなかった。やっぱ充電ってことで今回からはそういうシステムになったんじゃないですか。すごいじゃん。やっぱこのスケジュールをいつも出発でやっといて、プレコンディション、空調を設定しバッテリーを予熱するって、ほら。おー。でオフピーク充電っていうのがその出発時刻に合わせて夜の安い時間帯にやりますよ。だけど今最近はもう安い時間帯の充電がないからさ、うん、昼も夜も電気代一緒とかさ、うん、そういう契約しないと意味がないから、別にそれ関係ないっていうのは、まあ、これで、まああとはオフピーク充電、例えば太陽光つけとるお家だったら太陽光がついとる間に昼間充電とかね、夜勤の人は。まあとにかくこの出発をいつも朝何時に家を出るって、大体仕事行く人って時間決まってんじゃん。そうですね。その時間にもう出発、だから充電と出発って分かれたんだ、やっぱこれ。だからこの場所での出発予定に変わったんだよ、名前が。なるほどね。おー。すごいじゃん、これ。めちゃくちゃ便利やん。いいですね。これをオンにしとくんだよ、こうやって。うんうん。で、毎日とか、これしかも平日ってあるよ。あー、なるほどね。出かけるときもまたちょっと違いますかね。休みの日は、朝早くは出れないから、うん、平日だけにしとけば、平日の仕事行くときに、朝8時に家出るよっていう人は8時とか、これを夜、まあ、時間こうやって設定できるわけじゃん。空調設定したから、もう毎朝暖かいみたい。ベストコンディションで。やばくない？これ毎回毎回やるの面倒だなと思っとったんだよ。うんうんうん、あ、忘れとった、今日やってないわ、寒いわ、みたいな、うん。勝手にやってくれるんだよ。もうこれだけで大丈夫です。めちゃくちゃいいじゃん。このエンターテイメントっていうところは、これは今まであったけど、うん、新しくここにブラウザーって出てきた。今まではブラウザーはまた別だったんだよ。あ、ブラウザーは別のところにあったんでしたっけ、うん、で、これブラウザーってやると、ほらな、TVer。TVer は？インターネット繋がるからさ。なるほどね。すげえね。ロックしてウィンドウを閉めます。うん。これ便利だよね。俺一回やっちゃったもんね。多分降りる時なのかな。なんか触っちゃったんだろうね。うん。で、触って窓開いたまんま知らずに出て行って、うん、帰ってきたらやったら寒いなと思ったら窓開いとった。やばいやん。車鍵かけてどっか行ってさ、窓開いとったみたいな。あ、カバン、まあうち、僕はカバン置かんけど、置いてあったら取られちゃうよね。ね、窓開いとるんだもん、うん、それを気づかなくってやっちゃった時のためにロックしてウィンドウ閉めますってやると、これちょっと今実演してみようか。じゃあ助手席開けようか。はい、じゃああやちゃん降りて。はい、はい、降りますよ。はい、はい、ロックしたらどうなるか。おお、しまった。
これは便利ですね、はい、この子のエアロね、実はちょっとね、一部改良してます。はい、改良してるんで、ちょっとね、型とか少し作り直して、なるほど、ちょっと直すだけかと思ったら、だいぶ直さないかん、大掛かりになってますね。大掛かりになっちゃってるんです。だからちょっとエアロ発売は予定より少し、もう少しちょっと遅れ気味になっちゃって、楽しみにしてる人申し訳ありません。で、この子もそのうちバージョンアップされるでしょう同時じゃないんですね、こういうの、ね、同時じゃないんだよね。もう新しくバージョン上げアップされてから2日経ちます。お、そんなに経つんだ。うん、でもまだまだまだ、じゃあまだなってる人となってない人がいるということ、多分いると思うまだなってない人、はい、新しい、なんか次パッてなんかこうマークが出ると、うん、すごいバージョンアップですよ。今まではなんかゲームが変わったとか、地図が更新されたとか、なんかバグを修正とか、なんかそんなんばっかりだったけど、うん、今回大きな変化でしたね。今までで一番大きいですよね。今までの一番大きいね。はい、じゃあ今度はテスラでスタッドレスタイヤ履いて、うん、寒いところ行って、ちょっと寒冷地の性能ってやろうね、見てみたいと思いますんで、また次回もお楽しみに。お楽しみに。その前に、え、テスラのいいとこ悪いところも撮ったんで、それもねアップされます。はい、お楽しみに。お楽しみに。